世界の終わり The House。 東京都18歳女性、ラジオネームルー。はじめまして。毎週このラジオを楽しみに学校の授業や課題を頑張っている大学生です。先日食堂で竜田揚げの定食を頼むと、お肉の下にパスタがついてきました。私はこのパスタが炭水化物大好きランキングの最下位です。というのも、白いご飯でさえ多いのにパスタまであるとお腹いっぱいになってしまうからです。ちなみにこのランキングの1位は完全に火の通ったペラペラの小麦粉です。例えばワンタンや煮込みうどんなどです。セカオワさんの炭水化物大好きランキングにはどんな食べ物が入りますか？ぜひ教えていただきたいです。何これ、大好きランキングのを聞いているのに、大好きランキングの1位とビリを教えてくれた。そうだね、なるほどね。トップ10とかじゃない、いや、わかる。このパスタいらない、いいじゃん、ここがいいんじゃん、めちゃくちゃいいじゃん。あ、いる人いるんだ、あれ。うん、肉の油を吸い取ったパスタっていうメニューだからね。あれは、あれは肉の下に敷いてある、そう、揚げ物のね、食べれる、あの、なんていうの、油取り用のやつなんですよ。キッチンペーパーみたいな、キッチンペーパーみたいな。なんかもう、あの、お刺身のつまみたいな。お刺身のつまじゃないの、お刺身のつまじゃない、違う、全然違うよ。あれはその油を吸ったスパゲッティっていう新しいジャンルのスパゲッティ、うんうん、あれだけで出したらコンビニで売れるかな。どうだろうな、弁当のあのスパゲッティっていうの出すの、うん、で、あのスパイス的なのを振って食べる感じね、うん、そこになんか炭水化物持ってこられると、なんかシソとかにしてほしい。はなんかレタスとか。シソってダメだよ。それならこう食べれるけど、ダメダメ、そこにご飯いらないよって思う、ね、しそじゃ受け止めきれないもん、うん、油を吸い、ね、吸い取ってくれないもん、うん、全然。でも私、炭水化物大好き、あ、大好きランキング最下位で、このあのパスタと同じぐらい嫌いなのはサラダに入ってるクルトン。まあまあまあ、うん、でもそうじゃないの、なんかさ、矛盾してない存在が。いや、別にサラダイコール健康ってことじゃないから、まあ、そんなん言ったらシーザーサラダもそうですよ。そうだよ、いや、うん、そうだけど、シーザーサラダのさ、あのチーズ部分とか、あのドレッシング部分は、まあ、ちょっとカロリー高いかもしれないけど、こう野菜を美味しく食べるためのもの。クルトンだってそういう気持ちであの上に乗ってるよ。うん、なんで俺だけ違うのってなったよ今。クルトン食感が変わるじゃないですか、うん、クルトンとか、うん、いや別に俺も別にクルトン派じゃないけど、クルトン友達じゃないしあれなんだけど、なんか、まあそんな言ったら、そのチーズとかそれと同じだなと思って生きてる。いや、それがそのコンビニで最強のものとして、あのこうマヨネーズと味噌を絡めたさ、野菜スティックあるじゃん。あるね。矛盾は感じるよ、うん、でも別に健康だけが人生じゃないから、うん、あれは美味しいからあの子に存在してんのよ。そうね、そうだよ、うん、サラダでも美味しいってなるクルトン食べてんの。だからもしかしたら人によっては、何あのクルトンの下に引いてあるあの緑の野菜って思ってるわ。偉いよ、あれいらないって邪魔だよな、あれがいらないよね。てか、あのクルトンの下のやつ食べる人いんのっていう、食べる人もいるかもしれないじゃん、うん、そういうことだと思うよ俺は。じゃあ嫌いな炭水化物あるんですか？嫌いな炭水化物、難しいな。嫌いな炭水化物、そうね、なんだろう、パンの耳、パンの耳かな。でもね、パンの耳も揚げたりすると美味しいじゃん。ピザの耳とかもさ、うん、なんかピザの耳ね、残す人結構多いよね。いるよね、うん、なんかピザってさ、往々にしてさ、気持ちが高ぶりすぎてる時に頼むじゃん、うん、まあ、気持ち高ぶってるでしょ、うん、パーティーだったりするし ね、うん、高ぶって、うん、これは少なくちゃいけないと思って、ピザってやっぱちょっと多めに頼むじゃん、うん、俺ピザ少なめに頼むやつとは俺仲良くなれないピザ多めに頼む、うん、多めに頼んじゃうじゃん。あ、で嫌いだ時に、あ、でかって思うわけじゃん、うんうん、その時にやっぱこう、わかんない、主役はさ、耳じゃない、あそこの具が入ってる部分だと俺は思ってるわけ。うん、だから、どうせ余らしちゃうんだったら、あそこを食べておいた方が。俺ね、うん、ピザを冷凍するっていうのがなんか納得いかないの。冷凍？冷凍残ったピザ。あ、まだね。そうね、うん。まあまあ。その日に食べちゃいたいじゃん。うん、でもこう悩んで、こう耳を食べるんだったら、この中の耳じゃなくて、何あそこ、顔？耳だとしたら、顔そこが耳だったら顔、顔だね、パンの耳でも、めちゃくちゃ顎がシュッとした顔のところしちゃう時もあるかな。
どうせ余っちゃうならって思うけど、うん、でもそうあんまり自分ではあんなに分厚い耳は頼まない。だからその、うん、薄いカリカリの薄いクリスピーにすることによって耳を存在させないけど、選べるからね生地を。今でも耳にウインナー入ってるやつとかもあるんでしょ、ね、チーズ入ってるやつとかね、チーズとかね、それを入れるほどじゃないな。いやでも顔になっちゃうよね、重いんだよそれも、うん、チーズ入れちゃうと今度は種類食べれなくなっちゃうから、うん、いやピザの耳はねなんかねどうしようって思うんだよね。耳でもなかったら大変だよ、全部ドゥエーって出てっちゃうもん。いやクリスピー別にドゥエーって出てないじゃん。あ、出てない、確かにね薄い耳じゃあ耳なくてもいいんだねそんなことない。だからあのピザの耳の後についてるあの三角のやつ何っていう人もいるかもしれないじゃんそこいる人いるのあのチーズとか乗ったやつも何。世界の終わり中人です。深瀬です。沙織です。 DJ ラブです。世界の終わりザハウス、今日もリスナーの皆さんから届いたメッセージを紹介していきます。神奈川県17歳女性、ラジオネームななしちゃん。セカワの皆さんこんばんは。突然ですが私は今保健室にいます。ひどい貧血で今日人生で初めて担架で運ばれました。友達に先生を呼んでと伝えたのですぐに先生が来てくれましたが、その前に通りかかった方が声をかけてくれたり、先生が4人も来てくれたり、普段見えない人の温かさに触れた気がしてボロボロ泣いてしまいました。セカワの皆さんも普段見えない人の温かさに触れた経験ありますか？うん、普段の行いがいいんだよ、ナナシちゃん。ナナシちゃんね、うん、そういう人はちゃんとこういう時になんかみんな助けてくれる、助かったりするよね。私今日さ、うん、車できたんですけど、いや そんな特別なことじゃないよ、ね、そんな、あランボルギーニできたもんそれは特別だ、ワンサーとか気使うし、ランボルギーニやっぱり、うん、初心者マークつけて乗るのが夢だってずっと言ってたもんね、まあ、ここに来る前にね、うん、ボクシングジムに行ったわけですよ、うん、でボクシング今スタジオでお送りしてるからね、うん、そうそうそう、うん、でボクシングジムに行ったんだけど駐車場が結構こう難しいところなの、うんうん、で1個しか空いてなくて結構難しいところ1個空いてて、まあ多分こういう感じで行けるはず行けるはずってバックしながら行ったらさ、うん、まあ見当違いなところに行ったわけ、うん、でうわーと思って一発目でダメだとさその次の手が分かんなくなっちゃうわけ。これどっち行ったらいいんだみたいな。結構前も狭いし、うん、横も全部ガチガチにいるし、でしかも車がバンバン通ってくるわけ、はいはい、で私がやってると周りの車が通れないの、うん、でも冷や汗が出てきてさやばいことが起きたと思って、うん、出たら前にいたおじさんがこうやって、うん、ハンドルを回す、わすげえ、手でそう正面からこっちに回すんだ、そうこっちに回すんで左全開みたいな感じでやってくれて、あもっとこう来て来てはい前出てみたいなのやってくれたわけ、うんもうおじさんと思って、うん、でしかもなんかまださ免許取り立てで全然駐車うまくいかないんだけど、なんかここでそんな今私左にちょっと切るかなって想像してたのに今右全開切んのみたいな、うん、なんかここで右全開ってここで戻すのみたいな、そんなんしたらぶつからないおーっつって、うん結局こうスパッと入ったわけよ、うん、でもそれをおじさんがさしてくれてさ、うんまあ、ちゃんとこう迷惑をかけずにねボクシングに行けたんだけど、もうねなんかああいう風に行きたいと思ったね。でもなんかさ道路社会って意外となんかそういう温かい人多い感じしない、うん、なんか入れてくれたりとかねこう困ってるとそうそうなんか入れない入れないみたいな。びっくりしたんだけど一方通行の道になんか間違えて入ってきちゃった車があって、うん、でその車をが困ってたのなんか戻るか、うん、そのまま突っ切ってどう戻るか、はいはい、ずっと逆走し続けてうん、もう突っ切っていくかね。そしたらなんかベンツの車がなんか対向車から来たベンツのまあちゃんと一通を守ってる、ね、そう守ってるベンツが普通になんか路肩に止めてその車になんかちょここ一通だよみたいなことを注意してどうするんだろうって思ったらなんか乗り換わって運転を運転を乗り換わってなんか女の人だったんだけど若めの女の人だったんだけどその人
と運転変わってその U ターンをしてあげて、あ、自分の車置いといてよ、はいはい、相手がその女の人がベンツ乗るわけじゃないじゃあじゃあすげえじゃん、女泥棒じゃんあれベンツなくなってる初心者を装った初心者を装った女泥棒だ、女ベンツ泥棒だもん、こんなやつちょっと回ってくださいっつって言ったのかも片道少ない可能性にかけてる泥棒だよね、少ねえもん絶対、そんな変わってくれ変わってくれる人いない、えでもちょっとトゥーマッチじゃない、いやトゥーマッチだ、そこまでやると思ったね、うん、そんなだってそれでさ、うん、下がった時にぶつけたらどういう裁判になるの、うん、いや相当やっぱ、ね、いや本当自信がある、自信があるっていうか、まあ、このぐらいだったら U ターンできる、そういう自信が良くないって俺教習所いやいるよね、いやでもそれはすごいね、うん、そうやってくれたら、うん、私も逆走しちゃったらもうパニックになっちゃって動けなくなっちゃうと思うな、U ターンなんか今まだできないし、それ変わってあげるとかさ、まあ、なかなかできないよね、降りるという発想にならなんないよね、うん、なんかでもそういうわざわざやってあげるみたいなの、うん、いるんだなと、俺なんかあのハイビームついてますよのパッパみたいなあるじゃん、はいはいはい、対向車に、うん、あれもなんかやれたことない、うん、なハイビームではやったことないか、余裕がない、なんかそういう譲る時ぐらいじゃん、先行っていいよっつって、うん、でも一方通行のやつはなんか本当になんかみんな結構言うやってあげたり教えてあげたりしてるから、なんか意外とあったかいんだなって思 う車社会、なるほどね、そういう人が増えてほしい、うん、いいね、そういう ね沙織ちゃんね、我々初心者にとって恩返しした方が、恩返ししたじゃない、あの時助けていただいたダンボルギーニですみたいなダンボルギーニ止めるの難しそうだもん、ダンボルギーニはな東京都25歳女性800、好きに理由をつけるのは野暮だと思いますが、最近やっと自分の好きな傾向が分かってきました。好きな漫画は1話に何かしらの裏切りが入ってること、好きな映画は登場人物の横顔から始まるものです。皆さんも自分の好きなものの傾向があれば教えてくださいって、絶対これたまたまだからそんななんでもないでしょ、横顔から始まるものってなかなか思い込まないね、すぐ切り替わるからね、うん、すぐ切り替わるよ映画だって、うんうん、そうよその瞬間に好きってのはたまたまでしょ、1話に何かしらの裏切りは、まあ、1話か、まあまあ、早いな漫画で、まあ、なんだ 1話に何かしらの裏切り、1話からってこと、それとも1話ずつにってことかな、だったらまあ分かる、1話ずつに何かしらの裏切り、まあ、すごいけど、まあまあまあ、あったらすごいけど、ああ、まあ、裏切りはあって悪いことない気がする、いやまあでもまあどうな、うん、1話ずつってことだと思うけど、うん、第1話ってことは早すぎるから、ね、第1話に入ってるってね、まだね、僕の服装なんかずっと裏切ってるみたいなのがあるし、大体ドーンってあれなんかやっぱドーンになって裏切ってるよね、だしどっちかというとモグロ服装の方が裏切られてるんだけどね、いや、まあ、そういう体でしょ、うん、そういう体だけどさ、分かってんじゃん、うん、服装だって全然キラーパス出してるから、ね、服装は、ね、裏切ると分かってやってる、ね、そう裏切られましたって言ってるけど煽ってるもん、煽ってる、煽りでしょあれ、被害者面だ、まあ、そうだね服装のことそういうつもりで見たことないけど、これやっぱね、ああなってもらわないとね、服装だって、ね、そうやっぱ裏切るやつはね、うん、探してるから服装もね、そうなんだと思う、服装っていうのなんか変だなすげえ違和感あるな、モグロの方だと思ったからいやまあ、はい、岐阜県17歳女性、ラジオネーム左耳の安全ピン、僕は塾へ行っていますが、最近暗くなったら塾から歌を歌いながら帰るのにハマっています。田舎に住んでいるため星が綺麗に見えるので、夜空を見上げながらスターライトパレードを歌っていたところ、田んぼにドボン、今度からはスターライトパレードを歌って帰るのはやめることにしました。世界の終わりの皆さんはもう二度とやらねえと思ったことありますか。スターライトパレードも全然悪くないスターライトパレードのせいじゃない、ね、せいじゃないわ、そうじゃないよ、そうじゃない、うん、あのこれ曲変えるみたいな感じになってるけど、うん、曲変えても同じことは起きるね、きっとね、夜空を見上げながらの部分を変えるべきだからね。スターライトパレードね、なんか友達とさ、うん、こう南の島とかにさ、うん、出かけたりさ
ダイビングしに行ってさ、で夜さ星見に行こうぜとか言うじゃん、うん、で話になった時にさ割とかけられるんだよ。あーやだね、なんかかけられない。そのそういうさ、このあいるからみたいな感じでこう結構気を使ってさかけてくれるだけ違うのも、なんかそういう空気の時にね、ありますね、あるよね、かけてくれることね、あるね、なんかお店とかね、かけられるんだよ、うん、カラオケでさ友達とカラオケ行った時にさRPG 入ってんだよね。まあそれはでも、まあ、それはまあノリっていうかね、まあ、それはもうね入れられちゃうよ。それはでもやっぱ一番びっくりするのがなるほどなるほどねって、なんかすごいなんかよくいるのに、なんかそういう感じで選曲するんだと思うと全く俺が歌わせてもらえない時もある歌わせないあみんなで RPG を歌うみたいな、いやもうそいつがずっと歌ってるみたいな感じだったりするけど、本人に見せつけるってこと。スターライトパレード盛り下がるもん俺の中で、せっかく星空を見てんのに、うん、スターライトテレレレテレレレってなった時のみんな知らないの、あのイントロが鳴った時の俺たちの体のこわばり感、うん、ライブの始まり感、うん、そうなんだよね、うん、なんかその場にいたくなくならない、あのステージに立ってこうちゃんとしなきゃ、これからこうめちゃくちゃ緊張することをやるっていう緊張モードにバチって入るよね。なるなるよ。でも自分たちの曲は大体なんかこうバチッと何かが入るから、うん、なんかこう外でかけていただくのはあのお気持ちだけで十分、ね、星空もなんか綺麗じゃなくなっちゃうし、ご飯もなんか味がしなくなっちゃう。そう緊張しちゃうんだよ、うん、緊張するんだよね。そう分かってもらいたい。荷が重いのかな、なんかなんかそうね、うん、急に動画を回されてるみたいな気持ちになるクリームきざまに、うんうんね、あーってと今撮ってんのみたいな、ライブ配信みたいな感じな気持ちにはなるよね、うん、重いよね。星空普通に見た方がいいよと思うけど、でも俺二度とやらないって思ったことを、あのね、そのなんだあれだな、全然出てこなくなっちゃった。全然出てこなくなっちゃった。多分俺の中で今スターライトパレードのイントロが流れ始めちゃった。あの思世界の終わりザハウスでは皆さんからメッセージを募集しています。番組への感想、質問、僕らに選曲してほしい選曲テーマなどどんなことでも大丈夫です。アドレスは www.tfm.co.jp/house です。それではまた来週土曜日夜10時半にお会いしましょう。ここまでのお相手は世界の終わり中陣と長瀬とサミと DJ ラブでした。